どうもーちでーす。今回はですね、つむつむからでこちら急遽始まったピックアップガチャ全15個引いていきたいと思います。今回のつむリストはこちら、アリ王子、トップハットジーニー、マジンジャファー、ブライドジャスミン、アラジン、ジャスミン、ジャファー、ジーニー、アブーということで、これなんかアニメーションアラジン地上波放送記念らしいです今回僕の場合はスキルマが3体いるので確率がこうなってます。で、チケットの方が今回何枚あるんだろう、僕は7枚チケットになってますね。はい、というわけで早速引いていきましょう。いや今回急すぎない夜の8時ぐらいからこれ始まったんだよね。いやー全く僕気づかなくて、今日ずっと朝からマイクラの編集してたんですよ。マインクラフトの編集一番大変でずっとやってたんですけど、ちょうどねさっき、今これ10時50分なんですけど、10時半ぐらいに公開作業が終わって、で一段落してコメントをちょっと見てたらつむつむのところのコメントで、なんかピックアップガチャ来てますよ、すぐ引いてくださいっていうコメントが来てて、えってピックアップガチャってこの間来たばっかりだよねっていうことで、ちょっとね、あさってね、見たら、つむつむ開いたら、始まってたので、おい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 って感じですよね。マジかーって思って。もう全くね、編集に夢中で全然携帯とか触ってなかったので、いや、びっくり。今ね、なので急遽、急いで撮ってます。こんなことある？いやもう本当にね、コメントで教えてくださった方ありがとうございました。全く僕気づきませんでした参った。はい、ジャスミンがスキルアップですね。しかもね、あ、さっきね言うの忘れてましたね、今回ラストショーがスキルチケットみたいです。前回もねピックアップガチャもラストショーがスキルチケットで、今回もスキルチケットっていうか、今月えげつないよね。もう毎回毎回こう切り目なしでずーっとガチャが、いろんなガチャが来てますよね。しかも今回に限っては新ツムかぶりでピックアップガチャが来るっていう、このなんだろうね、追い打ちをかけるようなガチャ、ひどいよねこれは。さすがにね、これ引けない人多いと思うよ。だってもしね、僕がちょっと前までの30万コイン必死に貯めてた時代だったら、こんなの絶対無理。新ツムと被ってピックアップガチャ来てたらもう引けないですね。とりあえず今日、今から徹夜でやって、まあ朝方ぐらいまでにギリギリなんとか45万貯めて、朝から引くかっていう感じだと思います。もう今回はね、たまたま2回目新ツム、今回の今来てるガチャを引く予定だったので、コイン多少貯めてたので良かったんですけど、いやこれはね辛いよ僕普段あんまり愚痴ることないけど、これは辛いと思うよさすがに追い打ちがすごいよね、なかなか。まあね、今ねアラジンがもうすぐ実写版がね、上映されるということで、地上波でねアニメがやってるので、まあそれの記念記念っていうので、今回このねアラジンのシリーズが全て入ったピックアップガチャが出たらしいですきついねはい、まあ、今回ね僕のこのアラジンシリーズはね3体だけスキルマだったので、まあね、まだまだこうやってレベルの低いものが、キャラクターが多いので、まあ、ありがたいっちゃありがたいんですけどね。はい、さあ次は、なるほど、ブライドジャスミンスキル2の 50%。いやだからこれね、どうしようかなと思って、今回これピックアップういって入ってきたわけじゃないですか僕新ツムもう一回、今やってる新ツムを引く予定だったんですけどねえこれ45万使っちゃって貯められるのかな。だってこれもうすぐで終わりで、次またすぐ来られちゃったらもうアウトだよね。いやどうしようかな、ちょっと予定が狂いましたね完全に。
しかも夜の8時に来てることに気づかず今弾いてる時点でだいぶねえ食べる時間が余計なくなってるっていう状態なんですけど、いや参ったね。僕過去をつむつむずっとやってきて今回一番意表つかれたかも。こんな夜8時にピックアップ来るなんて想定外ですよ完全に。うん、はい。とまあこんなことを話しているうちにチケットしか入ってないやないかいこれ一番最後チケットが残るとすごいなんかちょっと残念な感じなんだよね、この寂しい感じね。はい終わりました。はい、でラストショーがスキルチケットですね。今回もねプレミアムチケットたくさんもらいました。こちらいいですね。 この前ね今回の新ツムの時にねで、プレミアムガチャのプレミアムチケットを全部使っちゃったので、これねまたね思わぬ収穫ですねはい、これでまあチケットは全部もらって、あとこちらですねスキルチケット。ちなみにスキルチケットって今何枚溜まってるんだろう。この辺で見てみようか。18枚か。この間ねガストンで、この間というかちょっと前にガストン、何ヶ月か前にガストンで使っちゃったので、まあ、やっと18枚まで復活してますね。まあ、これはあのチケットの方はとりあえず何から使おうかな。全くもう今後出る予定のないアベンジャーズシリーズからですね。最初に来たアベンジャーズシリーズをとりあえずチケットである程度というかまあ完全に育てちゃって、まあ、その後はもう出ないって言われている粒をあげるのとっていう感じですかね。多分それやってる間にも今年終わっちゃうと思うんですけどねはい、というわけで今回なんとかピックアップガチャ完売にすることができました。ちなみに今の新ツムのイベントいつまでだっけ。あー日曜日までか。日曜日までってことはもう明日までには引かないとダメなんだね。土曜日までにはね。マジか、これはきついね。ちょっとさすがにいやもう無理だな、貯める時間がない気がする。まあできたら引きますけど多分無理だと思うあまりにも時間がなさすぎますね。今回コイン使っちゃったしね、まあ、17万コインになっちゃったしな。多分難しいと思うね。まあ、次のこの新粒が終わった後のガチャにまたかけようかなと思います。ちょっとね想定外でした参った。はい、というわけでまた次ですね、日曜日来るのかな、日曜日か月曜日かな。でも今の様子だと日曜日に来るのかな。はい、また次のガチャが来たら引いていきたいと思います。多分次何かな、次は何かな。今回ピックアップ来て新ツムも来てるからセレクトまた来るのかな。それか過去の新ツムの確率アップかな。今月の初めの頃に出てたね新ツムの確率アップかな。もうちょっとわからないんですけど、もうとりあえず頑張ってまた100万コインは最低でも貯めておきたいと思います。じゃあ今回はここまで、チーでした。いやー焦った、今までツムやってきた中で僕一番焦りました今日まさか来ると思わなかったよ